リオン師匠の復活リボ。レオン師匠こんにちは。はい、こんにちは。今日もよろしくお願いします。お願いします。今日も質問をいただいているんですが、リールに関連するものなんですけど、うん、やっぱりですね。ドラグの調整方法がよくわかりません。どうすれば適正ドラグ打ちになるのかアドバイスをお願いします。という質問です。はは。 適ドえっとねあの質問してくださった方もあ,あるいはこれを今見てくださってる方にももういつもいつもお願いしてんだけど改めて言います何を釣りたいのか <laughs> どんな業種でどんなサイズの魚でどんなルアーを使って、えー、どんな場所で釣りをするのかでこのドラゴンの適正値ってのはね変わってくるんですよ。 そうですね。それなくしてね、こういう質問されるのがね、実は一番辛いの。<laughs> <laughs> <laughs> だから、もうそこを踏まえてね、質問、あの、寄せてくださいね。本当よろしくお願いします。まあね、レオン各匠に聞いてくるんだから、もうライトゲームで限定して答えましょう、今回ね。そうですね。うん。でないと、例えばひらまさするのとアジするので、も全く物の考え方変わってくるんだよね。 えっ <laughs> と、ね、はい。ええー、じゃあ、あアジミバルの限定して、お答えします。はい。えっとね、適正ドラグチって話なんだけど。はい。あのー、G. T. 釣りましょうとかね。ええー、それも、平政でも。うね。あの、ちょっと遠征して、もう三十キロ級。とか、それ以上のものを狙う。ってことになると。 あの適正ドラグチっていうのをちゃんとなんだろうなあの計測器使ってまでやりたいなうんそうですね。実際やる人はそうやってるじゃん。はい、それはね人間が手の力でこう判断できるようなレベルじゃなくなってるからですよ。うんえー、GT なんていうのは50キロ60キロあるからね。あのそうですね。だからそこで適正ドラグチなんていう言葉が出てくるわけ。 じゃあね、アジメバル、カサゴ、まあ、チーヌ、うん、シーバス、シーバスマンの人に怒られるから言うのやむ、触れるのやめとくんですけど、<laughs> 僕はシーバスぐらいまでだったら、適正ドラグチなんて全然考えません。うん、あの大体、<laughs> 大体、で、困ったことはない。じゃあ、レオンさん、その大体ってどうやって出すんですかという質問だと受け止めて答えますね。はいいお願いします それが一番簡単だから。で、困ってないので、何十年も。はい。えっと、まずモノフィラメント巻いてます。という日記聞いてね。いてはい。ここ今、カーボン巻いてます。フロロカ,カーボン。うん。えっと、ちょっと太めの0.85。はい。まあ、0.85のフロロを単体で巻いてるんで、まあな、なんでこの0.85なんて太いフロロかというと、 僕はこのリール1台で、うん、味、味、えー、はほとんどやらないか、08フロロは。イソメバルからシーバスぐらいまでを想定したセッティングなんですよ。うん,うん。はい。じゃあこれをやるときにドラッグ設定どうするかって話なんだよね。はいはいはい。僕のやり方はめっちゃ簡単です。で、これで困ることはほとんどありません。 よし、ほどいて。ちりちりちりって出てるでしょ。えっ、ー、とね、これ、えー、PE プラスリーダーじゃなくて、全部オールフロールだから、リールから、えー、ガイドを通ってリグがついてて、それをキャストするから、実際、魚かけるときは、20メーターとか、糸が出てる状態を想定して。はい。 まずそれを頭を浮かべて。はい。で、適正、僕のドラッグセットになる方は、こうやって持つ。で、ここで、ものすごいスピードのある魚がガンと食ってきて、ジャーッとドラッグを、あの、バンッと走られた時に、ブチンと切れることを想定して、ドラッグセットするんです。こうやって、って引っ張るわけおおなるほど。ジャーッと出たでしょはい。 わずか10センチしか使ってないから、ほとんど糸伸びない状態で、ドラグの方が滑るように今設定してるわけだ、これなら。これが20メーター、このフロロラインが出てるとしたら、パカーン合わせても伸びるから、うん、たかだギョーン走っても糸が伸びるから、そうそう切られはしないのよ。うんうん、これ、そこの、ね、修正をこれをちょっと利用した僕のドラグセッティング。 の方法なんですけどちょっと締めますね4段階ぐらいちょっと余分に締めましたはい今度はちょっとかなり強めねはいこれで引っ張ります、うん、さっきと同じように切れたよお<ー>、ね、ゆっくり引っ張ったらじりじりじりって出るドラグがビヨンって引っ張ると切れるでしょはい プロロ08しかないから。ゆっくり引っ張りますよ。これぐらいの感じ。うん、といっても分かんないね。<laughs> ちょっと分かんないんだろうけどかあの、かなり強めのドラッグだね、これね。あの、竿で、竿を、ま、こう曲げてやっても、なかなか出ないぐらいのドラッグだよ、これ。うん、手で引っ張ってるからさ、じりじりって出るけど。竿で曲げたら、竿を曲がるし、 竿の長さ分、糸が、折り返し分の糸があるから、伸びるから、そでドラッグ出ないんだよ。だからうん。かなりきついドラッグです。これだと、足の速い魚だったら、これぐらいじゃ切れないね。うん。これぐらいだと切れるね。ほんのちょっと速いだけで。うん。これね、何を言いたいかってね、僕もね、過去に数々そのライトゲームやって,て失敗したことがあるのよ。 いつものふ普段の,あのドラッグセッティングの状態で、えー、ふフロロの0.45。はい、で、ジグヘッドが1.5グラムぐらいで、ある堤防から流れになると、これ、尺味がいるから知ってるから、そこ、釣り行ったわけ。はい、で、当て塩なんだよね。うん。堤防に向かって当たる塩。で、投げると、沖合でコーンと食ってくるわけ。うん。 さあ、ーと、こんと合わすわけ。あてじょうだから寄ってくるんだよ。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。で、舐めてかかってたのよ。で。壁際まで寄せたら、アジが気が付くのと。当てじようが壁から。横に向かって流れるわけじゃない。うん、いきなり手前へ寄せるしように乗っかってきた。アジが。あ、これ三十センチぐらいだなと思ってたら、三十五とか四十あるわけよ。お<ー>足元まで寄って。 ってきたアジが今度は流れるのって下るんだよ、こう右,右なら右に。うんうん、そしたらいきなりぐわーっとかかるだけ、圧力が、40センチアジの。ね、流れるのって、ずーっと走るの、そこから。<laughs> ほんで、プチーンってね、3連発で切られたことあるんだよ。なるほど。もうずいぶん前ね、20年以上前。まだ40センチアジをそんなにコンスタンスにするだけ、その、なんだろうな。 味のポ,ポイント開拓、えー、経験値が低かった時代だな25年ぐらい前そこでその頃から僕が編み出したのが編み出したっちゃ大げさなんだけどその巻いてる時にはそうでもないんだけど突然ダッシュするとかえー、潮に乗早い潮に乗って下る方向に魚が寄ってきてそこから一気のダッシュするとかで 想定以外のサイズのダッシュって結構早いし重いんで、うん、そうなっても着られないドラッグセッティングってじゃあそのドラッグチェッカーで何,百何グラムにするかとかね100グラムなの200グラムだろって、うん、そんなもんで決められる世界じゃないんだよそれそうですね <laughs> だってそ,それで例えば500グラムとかに合わせちゃったとするじゃん、はい、でも現場の塩って強さって もう5分単位で塩の強さ変わるわけじゃん。うん。ただ、合わせたらダメじゃん。うん。だったら、ギュッといきなり引っ張っても切られないようなギリのセッティングする。うん。こういうことですよ。あ、これいけるんじゃないあ、これならいけるね <laughs> これが一番簡単よ。自分がその日持っていこうとして用意したリールに巻いてあるラインで、 ビャーって引っ張っても切れないセッティングにしておけば、まず、あの、ラインブレイクで逃げられちゃうってことはなくなる。うん。うん。まずそれが基本です。それと、根魚を釣るときに、じゃあ、このセッティングのままでいいかっつったら、よくないよね、キューベ。そうですね。<laughs> キジハタなんかとか、大きなカサゴがいるとこでやるときは、どうするドラグ。 もうちょっと締めたいですね。ほぼフルドラッグにしとくよね。うんうん。うん。これ締めるしかないじゃん。もうギチギチ締めてもいいぐらいだよね。うん。そうすると今度は糸の強力だけしか持たないのよね。はい。これだとお今、3.5ポンドぐらいか。うんうんうん。3.5ポンドで切れるぐらいの太さの糸ってことだよね。 それ以上の魚に突っ込まれたら切られちゃうよね。うん。そうなると0.85のフロロじゃ無理ってことになるじゃん。そうですね。じゃあ PE の05を入れて、PE の05といえば、ポンド数で言うと14ポンドぐらいあるから、うん。今度はごあ40センチ、50センチのジハタが来ても切られないようなリーダーの方をフロロの3号とか4号にするよね。うん。そしたらガチドラグ入れられるよね。うん。 そういうふうにものを考え、順番で考えていきます。でも、今日は08のフロールを入れたリールしか持ってきてない、でも根魚を釣ろうとするときは、この糸の強さ以上の魚がん来たらもう諦めよう。<laughs> そうですね。<laughs> 諦めよう。もしくは、ドラグをガチドラグにしたら切られる状態だったら緩めるの。うん。緩めて出るようにするの。で、 その際の締め方は、ビュッと引っ張ったら、ブチッと切れるようなセッティングじゃなくて、あの、ある程度締めて持たせるぐらい。うん。自分が竿をいっぱい曲げて、あのね、ジグヘッドを引っ掛けて、曲げるの。曲げて、竿の強さの50%ぐらいのところで、じジじじジッチジ,ジ,ッジ,ッジ,ッジッて出るような感じ。うん。あの、実際にいい寝たかなかけてガ、ガ竿を立てるときは、 差を折れる寸前ぐらいまで結構パワー使ってたりするからね。うん。その状態で、ずつずつず,ずっと出るぐらいでセッティングしておけば、まずラインブレイクで切られることはないんだよ。うん。08でも。その代わり潜られてスタックする。はい。ね。でも、ブチって切られるより、まだチャンス残るじゃん。そうですね。どうにか。 ギギリギリのテンンションをかけら出てきてた出きくれたりしますか、ね、そうそうそう僕なんだがだらーんと緩めた状態で平気で230分待つからねうんで時々あのちょん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 とこの張らず緩めずの糸を揺すって嫌がらせしてやるとググググって引っ張り込む時となんかぶにょっと出てくる時とあるよねうんありますねカサゴだとね80パー90パー出てきて取れるうんで村添いは難しい あ確かに。紫とねあの、クエ。クエは一っ針かけてゴンってジーって潜ったらね、まあって出てこない、1時間ぐらいまで。<laughs> <laughs> でキジハタは結構すぐ出てくる。お<ー>キジハタ、カサゴ、お赤ハタ、オーモハタはあんま潜んねえ。うん、でチルなんかはもうあの潜んないんで、岩の下に、まダイも、うんうん。だからほとんど取れるんだよ、あの、ドラッグ出しても。 だから締め、細い糸使うときは、締めてで切られるよりは、ドラグ出して、えー、どっか潜られたら、まあ、粘って頑張って取るっていうとこかな。そうですね。そんなもんじゃいいんじゃないですか、ライトゲームの受ける適正ドラド、うん。<laughs> はい、そんなとこでした。ありがとうございいます聴者の皆さんいについて何か もっとこんなことが聞きたいとかあったら、ぜひコメント欄までよろしくお願いします。あと、ぜひ、まだチャンネル登録してない方はチャンネル登録と、この動画へのグッドボタンもお願いします。はい、お願いします。じゃあ、劉獅子今週もありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ、またね。